記録一生反抗期こんにちは、マチョンナです。ルッシーです。ハボレ出身ユッテです。今回の動画はトップサイド Z ってどう思う？けしからん、けしからん、けしからん。出たアンサー。もうけしからんって言っちゃったもん。え、ちょっと先にさ、トップサイド Z のさ認識をさみんなで合わせましょう。そのハーフもあるじゃないですか。トップサイドってもう膝上ぐらい。膝上じゃない、ここら辺からここまででしょ。そうね、ハーフだと多分これぐらい。そうね、膝より下だったらハーフのイメージ。うん、そんな感じ。そんな感じで。どう、ウッキーはトップサイド Z？ いや、もう結構やってましたからね。おお、300キロとかやってましたよ、ね、床から240とか上げてたからね。それはね、上げてもおかしくないかも、ね。ちなみにトップサイド Z はみんなやってたんですか？あ、俺もやってたっすよ、ウッキーさんと一緒に。僕は一回もやったことない。ほぼやったことないに等しいんで、はい、じゃあちょっと聞かせてください。僕はね、トップサイド Z はね、やり方によるのかなって思うんですよね。まあ、結局さ、トップサイド Z でさ一番、まあ、意味がないって言ったらあれなんだけど、ただ重量上げたいんだなと思っちゃうのが、体こうやって入れ込んで膝の伸展だけでこうやってこういうトップサイド Z 後ろにこう倒れながら、そうあれはもう重量エゴの何者でもないじゃないですか、うん、まあ確かにこれがないもんね。このまま上がってるもんね。けどね、ちょっとこうヒンジ効かせて股関節の伸展でこうトップサイドとするだったら、ヒンジ動作が苦手な人とかだったら入門編としてなんかまあありなのか。もしくはそれでめちゃくちゃ高重量扱えたら股関節の伸展使ってんでね、まあ、あと背中もこう屈曲させて屈曲からの伸展も出るだろうし、脊柱起立筋周りのこう強化にはなるのかなっていう気はする。でもやらんしょ。でもやらんよね。だって俺床引きデッドリフトできるもん。なぜなら我々はパワーリフターなんで、ヒップヒンジがやっぱちゃんとできるんで、床引きでセット組みます。結局やっぱ床引きのフォームができることが一番だと思うんですよ、まあ、床引きもできた上でより高重量っていう刺激をちょっと与えたいっていうなんか意味合いで高くする。床引きだとその自由になったらちょっと怪我のリスクがどうしても出ちゃうから、うん、低い位置を上にするってなったらなんかありなような気がする、うん、打って上だわ。僧帽筋の筋肉痛が来るとか、あとなんかあの後背筋が締まって腕がちょっと伸びてる感覚みたいなのをなんか錯覚できる。当時やってたのはどういう理由だったの？エゴだよ、重量エゴだよ、まあ、間違いないと思います。それが一番だと思う。俺はね、ちょっとあの思うことがあるけど、デッドリフト何キロって言った時に、トップサイドの重量言うのはやめてほしい。おー、出たこれダメじゃない？これはダメだよ、普通に。いや、別にトップサイドがダメなんじゃなくて、トップサイドの重量をデッドリフトの重量っていうのは違くない？それは違うっす。床引きデッドリフト難易度高いからね、ぶっちゃけ。高いっすね。確かに難しいのはわかるけどね、うん、まあでも動きとしてやっぱ習得してほしいなっていうのはあるよね、どうしても、うん、そう、重くなってきてフォームのクオリティをキープできないのはでも正直ちょっとわかる。でもさ、言うて体重の2倍ぐらいでさ、うまくフォーム取れない段階ぐらいでさ、うん、トップサイドやってもえってなるよね。リフター的に考えると、うん、そんなに選ばない種目だけど、うん、ボディービルとかボディメイクしてる人は何の理由でトップサイドを選ぶのか、うんうん、まあ俺らやってないからね、トップサイドやってる人はね、重量エゴでやってただけだからさ俺ら。でもリフター的にもいいっていう要素がある人はちょっとコメントして、ね、あ、そうね、ちょっとぜひぜひ。まあ俺らはさっき言ったのは股関節のヒンジ使うために最初の練習としてやっていくならいいよね、そうね、ちょっとずつ床引きのデッドリフトにつなげるのであればね、ありかもしれないね、うん、ぜひコメントお願いします。この動画が少しでも良いと思った方はチャンネル登録してパワーチューブ入部お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを。